ケスケちょっとええかええ、どうぞどうぞ。ちょっと1個言いたいがな、お前じゃんけん強すぎやねんな。でももう1個言いたいんが、終わった後に煽ってくるんやめろ。なんで負けたか、お前に考えておいてください言われて、俺1ヶ月ぐらい考えたんやけど、もう全然答えわからんくて、だから今日その答えを聞きに来たんやけど、なんで俺は負けたんやじゃんけんって何を出すかが顔に出ちゃうんですよね。グーを出すときには、瞳孔が開き、チョキを出すときには、鼻の穴が開き、パーを出すときには、 口が臭くなるんですよね。あの日あなたは口が臭かったのでパーを出すのが分かったんですよ。なるほどな。顔から何を出すか考えるんやな。ちょ、じゃんけんリベンジしていいか負けたやつは理由考えなあかんじゃんけん、じゃんけん、ほい。はい、これチョキ、うー。なんで負けたか明日までに考えといてください。ほな、また再来週。ああ、負けてもうた。ピエン。まあ、とりあえずは俺が勝ったから、負けた理由とペプシを明日持ってこい。 まあ、ケースケ今日こうも開いとって鼻の穴も開いとって口も臭かったからもう何出そうか迷ったけどやっぱチョキ出してよかったわまああとあれやなブラジルで頑張ってなほんまに点は期待しとくからバモ・ケースケバモ・ホンダ・ケースケクっソじゃんけんで負けたの悔しいですまたリベンジさせてくださいまあまたいつでも来いやまあいつでもリベンジさせてやっけどまあお前が俺に勝つにはあと3光年は必要やな まあ、グーチョキパーで何出すか迷った時は、俺はチョキ出した方がいいと思ってて、グーやったら頭の硬い人間のやることやし、パーやったらパッパラパーのやることやと思うねんな。だから俺は絶対なんか迷ったらチョキ出した方がいいと思う。それを今日ケスケに伝えたかった。ええ、それを参考にしてみます。ブラジルでは、ジャンケンの強さはサッカーの強さに比例すると言われてるので。